はい、どうも、大キャノンです。いつも動画見てくださってありがとうございます。今日からちょっとですね、新企画を、やりたいと思います。ちょっと私も、私はオリックスファンなんですけどね、今あの最も優勝から遠ざかっている球団ですが、おととい、ついにキャンプインということでですね、オリックス、始まったんですけれども、みんな始まったんですよね、12球団ね。ちょっとオリックスはですね、メディアへの露出がやはり少ない球団ということでですね、ちょっと私の新企画はですね、これから、毎日ですね、新聞、スポーツ新聞を見て、オリックスをカラーでめちゃめちゃでかい、記事、ちょっと一面は正直ないと思うんで、なんか二面でも三面でもいいですから、カラーで一番、そのカラーのページの一番でかい写真にしてくださっている、スポーツ新聞をご紹介する。ね、特にあの関東、私関東住んでるんで、関東圏の方、そういう新聞、関東圏のオリックスファン、そういう新聞探してる。私も毎日探してます。はい。と思いますので、ぜひですね、ちょっと参考にしてもらえればなと思います。ちょっと朝ね、新聞が来ると思うんで、ちょっと早めに起きて、この企画のために毎日頑張ろうと思います。まあ、もし、ない場合は紹介します。はい、ない場合はなし。はい。で、早速、始めていきたいと思いますが、さすがにちょっと新聞は、ちょっと出せないので、新聞記事は出さないで、やりたいと思いますが、今日見つけました。はい、今日はですね、じゃん、今日の、日刊スポーツさん3面にですね載ってました。3割30発100打点への新兵器、吉田正にツチノコということで、こういう記事がですね3面でもう吉田正尚選手の写真ドーンと貼ってですね、カラーですこれ、のについての記事が、載っていました。ちょっと他の新聞はありませんでした。日刊さんありがとうございます。日刊さんが第3面にオリックス、ね、吉田正尚選手の写真をドーンと出していただいて、この記事を書いていただいていました。ぜひです。まあ、なんかこれ練習で、何ですか、なんと何、バレルバットみたいな、すごい、なんか、ちょっと手元に重心が来るバットで、素振りを吉田正尚選手がしていたので、それを、こんな素晴らしい記事にしていただいています。ぜひですね、関東圏のオリックスファンの皆様、今日は日刊スポーツですよ。日刊スポーツ。日刊スポーツがオリックスをでかく取り上げてくれています。はい。吉田正尚選手、ぜひ、3割30発100打点、よろしくお願いします。ね、マー君が来て、ソフトバンクは最強で、パリーグはなんかこの2つかって言われてますけど、はい。オリックスは期待されてない年が強いんで、はい。ぜひ、頑張ってください。では、また、これからもね、ちょっと新企画なんで、しばらくは続けていきたいと思います。それでは皆さん、今日も一日頑張ってください。さよなら。オリックス、優勝するぞ。